すごくいい感じ。ちょっと人間は飲みすぎてあれだけど、ピーマンはいい感じね。人間は飲みすぎだけど、あれピーマンはいい感じね。朝はみずみずしいもんね。いいピーマンよ、これ。もうほんと、サクサクという、この音がよ、なんとも言えよな。言えない、この、これがやっぱ、嬉しいがね、いいのはなると、この音がね、いい、待ってくれ。これが嬉しいじゃん。すごい量。まだまだ。あればまだあるけど。高校生の時ぐらいから和農業はしたいなって。もういろんなところを見て、やっぱここの生活と仕事を切り離さずに暮らせるみたいな、こう一個一個はちっちゃいんですけど、高千穂の農家さんとかって、でもそれでもやっぱみんなこう協力しながら生活の中でも農業の中でもされてるのがいいなと思って、移住する決定打の一つになったみたいなとこですね。上手に炊けてるわ。サイドにつけてちょっとずつこう炊いていく感じで、リンパ流してるんだよね。私が最初高千穂に来た時にやっぱり心打たれたのは段々畑の棚田で、植えるところより草をこう切る面積の方が多そうな、なんか大変そうなのに平場に比べて綺麗に管理されてるなっていうのにすごい感動して、頑張りが見えるっていうか、その農家が風景作ってんだなっていうのがなんか伝わりやすいな、ここはっていうのが、やっぱ高千穂の人たちがこう暮らしの中でずっと守ってきたものだろうから。俺も違和感ある。え？違和感。よかった。じゃあついていけばいいですね。だ、また、ね、一緒に乗っていく？いいですか？始まる。同じ方じゃき。なんかあんま本人たちがあんま意識せずにやってるっていうのがなんかいいなと思って。美しいですよねやっぱりって言うと、あそうかねみたいな。そういう人の感じも好きです。ここへの土地は見ればわかるけど、あのこういう要するにこういう経営面積よりこういう海苔面体ね、あの面積が大きいとよ。だからそのそこへんもやっぱそれと同じように草やら切っとかんとものすごく荒れるというね。だから土地の思い入れというのはやっぱよそへんから比べると全然違うと思う。やっぱそうやって大変な思いしてそういう土地を確保しておりきて、
まだ全然。まだ全然。乾杯だけをしたいと思います。今日は本当にご苦労さんでした。それでは乾杯。乾杯。乾杯。空気抜きが好き、あのミルクがスムーズに出ていきたい。電波が少ないからですよ、他の平場と比べて。だからやっぱその電波を大切にするからですね。道清掃とか、まあこう田んぼの用水の清掃とか、草切りなんかもこの地域住民と協力して。シーズンにはやっぱ3回4回切ったりとかですね、うん、でもそれを僕たちはその牛の餌として与えるし、農村のこの景観維持というかその一環の中に牛飼いの僕たちもいる、うん、僕たちの仕事もある、うん、生活もある。だからそれが全部こう一緒になったのがここ高千穂のなんか農村風景というか。何を見てますか。ああこれ、うん、あそのほら出産予定の牛は全部このセンサーが入っちゃったよ。あほらほら、うん、ほらなんかこう出てるじゃん。はい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 、うん、この牛温計値ってね、全部これ温度をね5分おきにね全部この携帯に入ってくれちゃう。こいつがちょっと怪しいもんじゃから今体温を見よったところ、これほら本当だ、体温が今の体温が全部出ちゃったよ。今日は全然食べてないのか。うん、でちょっと温度もちょっと若干低いからもうひょっとしたらこいつは明日生まれるかなって思っちゃったよね。だけど夢に出るとよこれが気になると、もうお産の夢やらが出るっちゃやっぱ。あ、もう、あ、料理じゃん。え、おう、おう、
できらんかな、このまま引っ張った方がいいかもしれんね。おい、お父さん。はい、ついて、ゆっくり引っ張って、引っ張ったんだよ、立てよ、まだよ、まだよ、はい、まだゆっくりね、はい、これで一回、顔を三度うまく乗せるみたい。はい、はい、じゃあ、はい、ゆっくり引いて、ゆっくり、はい、はい、まだよ、はい、ゆっくりよ、ゆっくり、はい、ゆっくり、はい、ゆっくり、はい、もうちょいと決まれ、決まれ、はい、もうちょいじゃ、よし、もうちょいじゃ、はい、はい、もう一回、はい、よし、はい、出た、せーよいしょ、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 あんま頭上げきちゃうかけんか、ご挑戦した時よ、ちょっと様子を見ますかね。俺が降りて寄らん感じに。あ、これはね、うん、これはおじいちゃんですか、うん、あ、これうち姉ちゃん、あ、これですか、一番上の姉ちゃん、かわいいと、これが3本目。昔は農家じゃない、大家族じゃったっていうね、どこでも3世代、4世代が普通じゃった、うん、うちも一番多い頃は11人ぐらいおった、あ、すごいね、もうやっぱ昔は家族も多かったして、うん、でもうちでも今3人じゃし、下とこも3人。もう県にこう17号6か6かあるけども、あと5年したらここはもう誰も住まんなるわっていうのもあるもんね。で俺やらがもう62に1、今年来年2になるじゃん。その土地を誰が守るかだよね。今度でも こういう山の中ではどういう方法なら育つかなって思ってね、若いもんに農業の魅力と村の関心を高めないかんたい。世界農業者になったらそこ名義とこがあるぞっても知らんきね。どうぞ召し上がれ。ありがとうございます。やっぱこの地域に生まれて育って自分の子供もまたその孫もやっぱこの環境を少しでも残しちゃらんといかんちゅう気持ちがみんなあると思ったよね。脈々とつながったのは簡単じゃもんね、壊すことは。
結局どう変わっても土地とかは残るわけよね、永久に。人が増えようが減りようが、その分そのまま土地も値になるわけじゃないし、もうなくなるっちゅうたらもうそういう放棄地になって原野とか山に戻っていくだけの話じゃあるっちゃけど、でもなんかやっぱ先祖さんたちがそうやって養生とかで大変な思いしてね、今なった時にはなんか最低でもそういうのを荒らすとかそういうのはしたくねえなーとかたやっぱ思うてよね。それぞれ集落の神楽にいいとこ悪いとこあってですね、あそこ上げやる、ここ上げやると思っちゃうけど、一生懸命練習して舞う人がやる神楽は誰が見てもやっぱ感動しますよね。うん、それは、ね、こう決まった日に練習に行くんですか？うちは年間通して毎週水曜日が練習日なんですよ、ずっと。もう年間、はい、年間通りね。私は行きませんけどね。ずそ、こっちの言葉でずそ、怠け者。こんばんは、ありがとうございます。まだいつも通りだねって感じぞ。これが頭の部分なりけ、こう押して切って、あのそうそうそう、これね、3、4、4、ね、はい、反対にして、朝までこんげな調子、うん、こんげなのが3日もよかも続きよったっちゃいけない昔はね。で、みんなでこう、なんちょっと飲んで、で語り尽くしてずーっと、まあこれはこれで楽しいとこもあるっちゃけど、うん、で一生懸命熱くなるとやっぱそれは違うとかなるっちゃやっぱね、そう違うだろうって飲んだ勢いちゃっちゃね、これね。まあ、あんまり付き合いよるとリモコンで殴られるよ。そうそうそう、帰った方がいいってじゃあ気をつけてよろしくお願いします。そう、階段っすからね。角の方にこすんじゃけばいい。気をつけんとイノシシなんとかがあるもんね。あ、本当ですか。わらじゃない、うんち。どうも。
とうございます。おはようございます。すいません遅くなって。あ、レコさんこれ開けてやってくれます。大根もないよね。あ、大根じゃない。あ、大根じゃないあの向こうから見る。あれ芋がない。あ、そしてこれがいると、あの今度はこれができる。やっぱこの地域で農業なりその生活をしていこうと思えば、昔のようなやり方じゃなくてもある程度やっぱ近所付き合いをきちんとやっていかんとやっぱ生きていけんってところは確かにあるとよ。もう山腹用水があれだけ発達したのもやっぱここの山奥で、ね、米を作ってやっぱみんなでこう人並みの生活をしていこうと思えばやっぱみんなで共同作業でやっていくしか方法がなかったわけだよね。神楽っちゅうのはやっぱ春の種まきから始まってずっと1年間農業が続くわけだ。でその集大成が神楽なわけになっちゃって、要するに五穀豊穣。で神楽がなくなることでその農業中のもどん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 廃れていくわけだし、神楽がなくなることで失われていく村の財産っていうのは自分たちが思う以上にやっぱあると思うよ。まだが歩き、まあ、村のまとまりが、まあ、今んとこまだ保ったれちょるちゅうのは、うん、絶対あると思うと、やっぱり、ね、みんな嫌々ながらでも協力してくれちょるきたい。吉子さんに言っちゃったってけんど、蜂の子を、いや蜂の子料理するもんがおらんねんだ。あれ誰もらんの、いや仕切るもんがおらんねんだ。また何て言うの、そんなこけ使うようなもんならいい。仲間のことは言いません。これもバターで炒めたらうまかろの。うまかろ。ああ分かった、はい、オッケー、持ってこい。よろしく。私蜂の子食べたコツがねってよ。エビみたいな味がするって、うん、お嬢様で育ったもんじゃけんダメな、ダメな、なんちゃってあそこお嬢様なと。根底にあるとは、やっぱ今自分が住んでる町がこうで愛情があって好きだから、やっぱこの今自分が体験してる姿をずっと残してきていて、郷土愛知か言えばそういう思いからじゃろうね、やっぱね。やっぱり世の中がその根源してグローバルになってきて、ね、金さえ出せばどうでもないような世の中に、まあ一つぐらいこういう町やら村があってもいいとかなって思ったりもしたりしてる。
たき残していくっちゃって、それに価値があるっちゃって思えばそれでいいとはなって思ったりもするっちゃうよね。
昔からいぶけよ大好きなこの場所の美しい四季の巡りよ変わる時も変わらぬ時もここにいてくれたこの場所が私の命を